皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ソドフィリアクチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今週はですね、ちょっと雨とか曇りの日が多くて、非常に肌寒い日が続いてたんですけれども、今日8月の11日山の日、しばらくぶりに晴れ間が出て、気温もガンガン上がっている状況で非常に蒸し暑くなっています。今日はですね、まあ、夏休み特別企画として、ちょっとあるところにお出かけしたいと思います。特待犬、それは特定外来生物対策研究室の略称である。英語名スペシフィードエイリアンスピーシーズカウンターメジャーラボラトリー、略してサークルとも呼ばれる。この研究室では日本にあまた繁殖するいわゆる外来種のうち駆除対象である特定外来生物に対処する方法を様々な観点から研究する機関である。今回はその中からエビ目ザリガニ科の節足動物、和名内田ザリガニ、この生物を釣り上げ食べることで駆除しようという活動を行っている、ある店に向かうというミッションである。というわけで目的地到着しました。はい、というわけで目的地はこちら、モリモリさんです。あ、すいません。あ、じゃこちらでザリガニつってすぐ食べられるって聞いてきたんですけど。はい。お一人様。あ、はい。ご案内します。あ、はい。さんがいい具合にふやけてます。はい。で、よいしょ、じゃあこれをもう。ちょっとザリガニ行ってきます。今日のイベント用に80ピリぐらい取っちゃったので、もしかするとあんまり釣れないかもしれない。意外と目がいいのでやってる。はい。はい。でその辺で垂らしてもらって。
こういうところの下にいるんですよ。はい、で、減ってきたら、なるだけ最初は動かさないで、うん、掴んで、引っ張り上げられるぐらいになったらば、引っ張って、サモで後ろから、作ってください。はい、じゃあ頑張ってみてくださいね。そこにいるんですけどね、なかなかかかってくんないっすね。ちょっとなかなかかかんないんで、強引にタモで一回行ってみたいと思います。川の中入ってもう直接取ろうかと思ったんですけど、持ってきた長靴思いっきり穴開いてて、長靴も意味がないです。中びっちょびちょです。1時間ほど粘ったんですけど、坊主です。残念ですけど、はい。どうですか？ダメですね。ダメですね。今日は釣れなかったということで、料金のサービスさせていただきます。どうぞ。そうですね。今日も熱がなんかちょっと切れちゃって、すいません。牛肉カレー、はい、かしこまりました。
ございました。はい、というわけで、残念ながら、ザリガニ釣りの方は全く、釣れなかったんですけど、一応 お店の方のサービスで、ザリガニ出していただいて、食べることができました。まあ、本当に匂いも味も、エビそのものだったんですけど、まあ、若干ほんの少しだけ、ちょっと生臭い感じが残っています。まあ、ちょっと日程的に、この店来れるのはお盆の間は今日だけなんで、まあ、機会があったらまた来てちょっと釣りチャレンジしてみたいと思います。お店のイベントかなんかで、使うのに、ザリガニをこう大量に取っちゃう時があるみたいで、その時はまあこう Facebook なんかにこう、大量に取れましたみたいな感じで乗っかってる時があるんで、その直後の数日間はもしかするとザリガニ、取れない可能性が高いみたいですね。はい、というわけで帰ってまいりました。まあ当初の目的がザリガニ釣りだったわけですけれど、まあ、残念ながら一匹も釣れないということになってしまいました。まあ前日に80匹も取ってしまった影響がかなり大きいと思うんですけれど、まあ残念でしたね。まあ、せっかくモリモリさんを紹介するっていう動画なのに、1匹も釣れないような動画を出してしまうのはちょっと心嬉しいところはあるんですけれども、ちょっと今日はタイミングが悪かったですね。でザリガニに関して言うことなんですけれど、あの場で釣って、その場で食べる分にはいいんですけれども、生きたまま別の場所に持ち出したり、持ち出した場所の川とか池に、放したりするっていうのは絶対にやめてください。その放してしまったりしたところの元々の生態系を壊してしまう可能性のある生物なんで、特定外来生物に指定されているというわけなんで、そういったことはやめてください。あのお店の周囲にも、まあ、有名な五色沼ですとか、まあ、この時期ですとキャンプ地とかいろいろ見どころとかありますんで、ぜひ、まあ、今夏お盆休みに出かけてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がよろしければグッドボタンをチャンネル登録もお待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。